きなりの強行策なんつってね。令和元年7月4日と3回連続同じ始まりになりましたが、これは偶然。しかし南国への復活水素など3品目の優遇措置の解除、またホワイト国の見直し、これが始まった7月4日、そしてこの日は参議院選挙の公示日、そこに我らが安倍晋三首相の計算が働いているのではないでしょうか。というのは、選挙が始まると日頃こちら側に偏り南国にとてもお優しいマスコミの皆さんがだんだんとこう真ん中の方に戻ってくる。そして南国を擁護しようにもあまりにも南国擁護が過ぎるあまり、アベノバーカとやろうものなら選挙期間中放送法違反だと指摘されるのを恐れて悪口を控えるからです。と同時にスケジュール的にも G20、こちらの終わった翌日の6月30日には産経新聞にドドンとスクープをさせ、翌7月1日には読売新聞に後を追わせた。そして政府がデデンと発表。また南国への制裁は今年の1月19日に夕刊フジ系のザクザクが韓国制裁官邸決断か、23日に日韓外相会談、半導体原材料復活水素禁輸の声もとの見出しで伝えているように、すでにこういうことやっちゃうかもよーという予告は出しております。それに加えて特定3品目に関しては7月4日からの実施ですが、全体的なホワイト国の優遇を解除しちゃうよ、しちゃうかもよというのは7月4日から意見募集という形を経産省は取っております。そこから何かと南国にお優しいマスコミの皆さんがいきなりの強行策なんつってね、言えなくなっちゃってる。もちろん朝日ムース新聞のように対韓輸出規制報復を即時撤回せよと文句を言ってみせたりもしますが、この日にちは7月3日、つまり7月4日より前、選挙期間の前になっております。つまりいつも通りの南国寄りというより、ほぼほぼ南国のスポークスマンのようなこんな人たちメディアが、その仕事ができない選挙期間中に優遇解除というスケジュールを立てたのではないかというのが私の見立てです。政府は南国の優遇措置の解除についてあくまで安全保障上の措置であると繰り返しており、世耕弘成経済産業大臣は7月3日にこうツイートしています。軍用品転用可能な技術輸出に関して実効性のある管理を求める国際合意が7つある。合意遵守に必要な見直しを不断に行うことは国際社会の一員として義務。 WTO の自由貿易体制下でも各国にその義務の着実な履行が求められており、各国は履行、今回措置はこの義務履行の一環、 WTO 違反には全く当たらない。はい、マスコミの報道ではあの復活水素について半導体の生産に必要とし、南国の基幹産業である半導体をね作るのが難しくなっちゃう、まあ、南国のサムスンさんとかが大変になっちゃうよと繰り返しておりますが、先のザクザクにこんな説明を見つけました。経産省安全貿易審査課などによると、復活水素は半導体の洗浄に使われる戦略物資だ。ウラン濃縮過程にも欠かせず、核兵器製造に転用されからない軍事物資でもある。安全保障に関する高度な技術を海外に流出させないと定めた外為法の下にある輸出貿易管理令で指定されている。はい、今また日本にやってきてツアーだかなんだかをやるとおっしゃる、あの原爆万歳 T シャツでおなじみの BTS こと防弾少年だではなく、その T シャツの方、つまり核兵器の開発に復活水素は使われるそうです。そして核兵器といえばペイコク、このペイコクの背取りに協力していると、ほぼほぼ世界中に見つかっちゃったのが南国。背取りの他にも米国に様々な協力をしているという疑惑くんが、ズブ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 ズ、仮に日本から輸入した復活水素を米国にピッピッとこう横流しをしているという証拠を我が日本政府が持っていて、それを見逃していたのであれば、むしろ日本が世界中から国際社会から目とされちゃう。そしてこの推測を裏付けるかの世耕大臣のツイートを見つけました。従来から韓国側の輸出管理キャッチオール規制に不十分な点があり、不適切事案も複数発生していたが、日韓の意見交換を通して
韓国が制度の改善に取り組み制度を適切に運用していくとの信頼があったが、近年は日本からの申し入れにもかかわらず十分な意見交換の機会がなくなっていたとのこと。南国は優遇措置の解除を不当として WTO に訴えてやると息巻いております。対する我が日本はというと、先ほどの世耕大臣のツイートにあるように余裕のよっちゃ。するともしかして、もしかするとですよ、南国が米国に横流ししている確たる証拠を持っているのかもしれません。つまり南国が WTO に訴えてやると、そしてそれを本当に実行した時に返り討ちにできるだけの何かを持っていて、それが世界中にポロリしちゃうと南国が米国のウス工作員だとバレちゃうのかもしれないということです。いずれにせよ、南国への経済制裁とか報復ではなく優遇措置の解除というだけのこと。西村康稔官房副長官が7月4日の記者会見で指摘したように、 EU も南国をホワイト国、優遇措置を与えていないとのこと。一方、我が日本国にとって大切な友好国であるインドにしてもホワイト国ではない。もちろん中国も、こうしたいちいち現実を見ていけば優遇措置の解除というのは当然かなという気がするのですが、南国はどうやらご納得いかないようでございます。南国のカン・ギョンファ外相は、今回の報復措置は明らかに不合理で常識に反する報復措置だと思うとかとかおっしゃったようでございます。さらに南国の世論でも、日本の経済制裁に南国政府の報復を求めるという声がただ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 増えてあると伝えるのが7月5日の TBS の昼日。そんな南国の立場を代弁するかのコリアレポートピョン・ジンイルさん。信頼関係を損ねたということは、結局 G20 まで韓国側が何の反応もしなかった、その前に徴用工問題に限らず慰安婦の問題でも合意を守らなかった、それに対するですね、日本側の怒り、それがこういう形で現れたということですね。ただ韓国からしますと、どちらにしても日本は歴史問題、外交問題を貿易経済に結びつけたっていう捉え方をしているわけですね。話長えよ。とはいえ、その中身なかなか論理的に組み立てられており、どこかのタマちゃんや青木さんとはえらい違いなので、文字起こしも大変スムーズでございました。ピョンさん、ありがとうございます。さて、その中身やといえば、一言で言えば日本が悪いといういつもの南国の主張を代弁しているかのようでございます。とりわけ日本と南国ともに三権分立で、南国の最高裁判所が決めたことに対して南国政府は介入できない、日本だと同じでしょ。なのに日本は南国にその無理をやれと言っている、そんなことできねえよみたいなことをピョン・ジンイルさんは、南国側はこう思ってるだろうとしてお話しされておりました。つまり南国は法治国家だから三権分立の法治に従っているみたいなことをおっしゃるのですが、法治国家であるならば国内法よりその上位にある国家間の条約を守らなければいけないのは当たり前の話です。ピョン・ジンイルさんのおっしゃることはなかなかくるくるユニークで、ほぼほぼ同意できないのですが、ただしこのピョンさんの発言を祖国のためにと主張しているようにも見え、その姿勢だけはなるほどなと受け止めております。もちろん同意できませんが、それに比べてね、日本人なのに日本を貶めるかの発言言動を繰り返している連中に比べれば嫌いではありません。いずれにせよ、南国についてこのホワイト国の指定を外すことについてああだこうだとね、いろいろおっしゃる方が、南国はもちろん日本国内にもたくさんおります。しかしこの問題に関して端的に一言で述べるならば、約束を守れというだけのお話。同じく昼帯にて、南国は毎年1兆ウォン、日本円にして約920億円もの資金をドドンと出して南国国内で復活水素を作ろうとしてるんですよと伝えておりました。地上波テレビの中では数少ないまともなことをおっしゃる八代秀樹弁護士。920億円がまるまるその研究開発に使われるのではなくですね、
日本の優秀な技術者をヘッドハンティングするために使われるとしたら、やはり日本にとって脅威で、技術者っていうのはしっかり守っていかなければいけないっていうのは、日本の企業にはしっかり考えておいてほしいですね。と指摘します。八代弁護士、その通りです。そしてこれはやばい。やんばいことです。南国のハイテク産業を支えたのが日本の技術者ということはとてもよく知られた事実。注意が必要です。やはりこの広尾で元博報堂の原田洋平さんが、日本の南国に対する輸出は5兆円で、南国から日本への輸出は3兆円。このまま報復合戦があるとするならば、日本側は2兆円の損失を考えなければならない。なんてね、原田洋平さんはおっしゃいますね。そしてこの手のダッチマダッチという話は、とりわけこんな人たちや南国にお優しいマスコミの人たちから出てきますが、この話は世耕大臣のお話にあるように安全保障の話でございます。またロックオンレーダー照射については、我らが海上自衛隊、まあ、つまりは自衛隊の皆様の命と安全のかかった話、とても2兆円じゃ買えやしねえ大切なものでございます。さらに米国が核開発に成功してしまった暁には、我が日本国1億2000万の命安全が脅かされるという話、さらに米国が核開発に成功して、その小型化にでもさらにさらに成功してしまった悪夢の果てには、その核爆弾が中東方面とかに流れちゃって、世界中のあらゆるところでいろんな命が危険にさらされるかもしれない。つまりそれだけの命の話をわずか2兆円に矮小化しようとしている、私の目にはそう映ります。するってとおいらちゃんの頭の中にはあの5文字が浮かんで消えやしねえ。人出なし。はてさて、綿密なスケジュールを組んでの南国のホワイト国優遇解除、さらにそこには米国における核開発疑惑があるかもしれず、こうした公開情報を一つ一つ丁寧につないでいったとき、あの消費増税とかね、イラッとくる政策がてあるのではございますが、こと安全保障について見たときに、今絶賛選挙中の参議院選挙において消去法の果てにね、もはや結論が出てしまうかと思うと、いささか首をかしげてしまう週末でございます。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。とここでででーん、何かといえば粉ジュースと、日本のオーストラリアと私が勝手に呼んでいる日本の四国方面からまたまた森本さんに送っていただきました。森本さん、ありがとうございます。さっぱりしていて大変美味しゅうございます。皆様に支えられている宮脇チャンネルかっこかり、いつもありがとうございます。というわけでワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。完全勝利席というものが7に乗るゲストだと、赤が勝ち、ヤクザが打って戦い、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない、あの病気だってあなたに会えたから。